寿司三昧。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、聖国オットアイズという劇的にやべえデッキを作ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。エースモンスター、寿司三昧さん、およびオットアイズアドバンスドラゴンさん、このモンスター本当可能性がやばすぎて、あの無限に強いんですけど、これ前回サンダードラゴンだったかなかなんかの時に使ったんですけど、このカードはレベル5以上の、モンスターをリリースしてアドバンス召喚できるし、でしかもなんか、アドバンス召喚に成功したら相手のフィールドのモンスター一体選んで破壊するとかいう劇的にやべえテキスト、そしてさらにバンダメージも与えてしまうとかいうなんかあまりにも強い、テキストが書いてあるんですね。でこのカードは、戦闘でモンスターを破壊した時に自分の手札墓地からオットアイズアドバンスドラゴン以外のレベル5以上のモンスターを、守備表示で特殊召喚するっていうなんか全部メリットしかない、全テキストが強いというめちゃくちゃ強いモンスターになってまして、で、今日はね、このモンスターをどうやって活躍させていくかっていうのをいろいろと考えたんですが、相性がいいカードいくつかあるんですよ。でそれが正確ですね。レベル5以上のモンスターをそのスピード上に並べられるデッキだったら何でもいいんですよ。なんで、サンダードラゴンと相性が良かったんですけども、聖国も結構簡単にレベル5以上のモンスターを、用意することができて、しかも、トフェニーとかってこれ、あれなんですよ、効果の都合上、特殊召喚の条件の都合上、召喚権も使えませんので、いきなり、トフェニー特殊からのオットアイズができます。はい。これ普通に強いです。普通に強い。8軸にね、エクシーズで8軸にしてもいいかなとは思ったんですけど、こいつらが全部6なんで、6軸にしました、今日は。回し方はね超簡単で、とりあえず適当にトフェインドラゴンを特殊召喚して、でその後にシーユーとか、アセロとかアドバンス召喚しながら、エクシーズ召喚狙っていったり、オットワイズ出して相手のモンスター除去したりっていうだけです、はい、先行が若干のプレミです。このデッキあんまりやることないんで先行を取ってしまった場合は一応アセトドラゴン と、シーユーとかでアセトシーユーをして、ランクロック、フォトンストリックバウンサーとか、今回このギミック入ってるんですけども、もう夏も終わったというようにね、エクサビートルと、ライノセバスのギミックが入ってますんで、これを立てるか、どっちかですね。はい。で、やっぱりどうしてもね、聖国のデッキの弱いところは、この、ラブラドライドラゴンを引いちゃうことなんですよ。通常モンスターを引いちゃうこと。なので、光と闇の交換っていう、スキルにしていて、1000ライフ減ると、闇属性のドラゴンを、デッキに戻して光属性のドラゴン持ってこれるよっていう、そういうね、どっちも逆もそうですけど、っていうことができるんで、光属性の、ドラゴン族戻して、イーサルウェポンを持ってきたりとかっていうことができるんで結構強いと。なのでコズミックサイクロンも入ってます。でオットワイズ活躍させたんで、オットワイズと、目覚め戦列で、目覚め戦列と相性がいい、レビオニア、これね、こいつが闇属性でこいつ光属性なんで結構ね墓地にね光闇止まるんですよね。だからレビオニアも出せます。はい、非常に強いでですね、必殺技としてこのアトムスっていうモンスターね、この寿司三昧ってやってるこのモンスター、寿司三昧ってやってるこのモンスターなんですけれども、このモンスターの効果でデッキからドラゴン族1体を攻守をゼロにして特殊召喚できるんですが、これ効果無効にならないんですよ、特殊召喚した時に。なのでこのイーサルウェポンっていうモンスターを出してくるとめっちゃ強いです。これ特殊召喚に成功すると相手のフィールド上のモンスター1体を除外するっていう効果を持ってるんで、寿司三昧が一除去に変わるんですよ。だからこれすげえ強いです。はい、というわけでね、早速、聖国オットアイズ、これ急にオットアイズアドバンスドラゴンが出てくるんで、寝起きドッキリオットアイズ呼んでいます、このデッキ。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。兄が耐えられなかったものを、お前のモチュール、デュエル。さあ俺のターンだ。ユーギ君20枚、ガイアか、オッケー。ガイアもね、スキル修正が入りまして、モンスターも戻さないと、サーチ走破するガイアをね、サーチできなくなったので、若干、弱体化されてるといえばされてるんですけど、そんなにですね、ガイアはリゾネタの方が若干弱体化強いかなという感じしますけども、ガイアはね、なんだかんだ言うて、モンスターだったら何でも通せるんで、例えばエキセントリックで、動画にしますけど、またね、多分エキセントリックデーモンとかをなんかぶち込んでおいたら強えな、ハンド、クソ踏み越えていくしかねえ、いけ、トフェルドラゴン、モンスター、トフェルドラゴン、これまず一発こっちかな。いや、一発ドッキリ仕掛ける、まず
一発ドッキリ仕掛けようか。ちょ、一発ドッキリ仕掛けよう。まずモンスターをモンスターゴー、まず一回オットアイスドーン。オットアイスドーン。なあ、くそ、強え、くそ、強えじゃねえか、チキショーやるじゃねえか。とりあえずラブラドラドラゴン特殊召喚するしかないか。ラブラドラは横だな。いいよ、チキショーやるじゃねえか。聖杯が一番きついんですよね。あ、デモンドチェーンもきついんですけど。なるほどね、まあ、そういうのはね、あの性格で、あー、マジかよ。いやまあでもこれ一応踏んだと思いましょう。踏んだ、これで踏みました。一応これトップ俺のターン、トップやばいこと起きるか、これワンキルされるかな。ちょっとガイアだったらもうおつやですね。よし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 、やめて、もうよし、オッケーオッケー、耐えた、オッケー耐えた。あー、性格に来た、オッケー。でスキル発動していく、光と闇の交換発動。とりあえずこのラブラドラとかどうでもいいモンスターを戻して、トフェンドラゴンをっていうか加えていく。そしてトフェンドラゴンを特殊召喚。これもうあと1枚なんで踏んでいきますね。モンスターを特殊召喚、あー大丈夫ですね。これで撃ってくるようだったら召集員使ったんですけど、シーユーでしょ、はい、トフェンドラゴンのをリリースしてシーユー特殊召喚、シーユー特殊召喚してリリースされたトフェンドの効果発動。さあどうするんですかね、遊戯くん、大丈夫ですか、息してますか。まだドッキリを仕掛けますよ、私は。無限ドッキリ地獄を仕掛けますよ、私は。はい、で墓地、あ、デッキからラブラドライドラゴンを特殊召喚、モンスターを特殊召喚、そして召集力発動、召集力の効果によって、それは読んでいたぞ、何モンスター効果発動。あ、いいんですか。使っちゃっていいんですか、大丈夫です。確かにランクロックされたらうざいみたいなのがあるよね、相手としては。相手としてはまたランクロックされたらうざいみたいなとこはある。まあ、ちなみに今これ召集力で、はい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 、なるほど。あ、じゃあ勝ちで。てってれー。ぬるこのゲーム対戦ありがとうございました。うわー、オットアイズアドバンスドラゴン最強やん。さあお相手の方はカリバ、なるほど、ハッピーですかね、ドラミッドですかね、ビーフですかね、あー SB ね、はい、オーケー。これカリバやっぱおかしいと思うんだよね、カリバっていうスキル絶対おかしいと思うんだよね、明らかに。これ初手から貼ってあるってやばすぎない、なんか魔法トラップカードで戦っていくデッキマジたまったもんじゃないと思うんだけど、このスキル絶対おかしいわ。これ修正前、まあ、修正前っていうか一回修正された後に戻した方がいいよ。あのテルダが1枚必ずてかデッキトップが1枚なんかハーピーのカリバになるっていうスキルなんだけどさ、あれ戻した方がいいと思うよ、あれ絶対おかしいもん。これなんで発動されてんだよ、バックジョキカードが絶対おかしい。強っ、絆などで運命に勝つことはできる。まあでも俺の反応は割と強いんで、まあこれはさすがになんとかなるでしょう。とりあえず召集力発動発動、まあ一回、まあ、戻された場合のことも考えて、あのトフェに2枚持ってき、まあでもトフェに別になんか戻されてもいいので、トフェに持ってくる必要あんまないみたいな感じあるけど、まあ、ちょっと魔法カードは持ってきておこうか一応。まあ多分月の書とか、まあ狡猾が一番きついですけどね。まあ一応召喚権潰されちゃうとちょっと若干ねきついっていうのあるんですけども、こうしてトフェイでもよかったかな、まあ、トフェイでもよかったかもしれない、まあまあまあいいや。トフェイドラゴン召喚、特殊召喚で私有特殊でリリースされたトフェイの効果発動、モンスター効果発動、なんか光ってるもんね、なんか何か光ってんな、なんだろう、分かんない。モンスターを特殊召喚で私有効果先使って相手のくせ除去力から入るモンスター効果発動。さあ私有効果、汗とリリース、汗とリリースしてよかったか、やばいか、これ高圧だったらやばい、あのそうでもないか、今まだ召喚権使ったから大丈夫。あ、デモンズチェーンか、なるほど、デモンズチェーン、なるほどなるほどなるほど、させないわ、モンスターで SC 効果で戻していく、なるほど、それはねうまい、まあ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 、そんなに痛くないけど今で、アセドラゴン効果ラブラドライを特殊化していく。一応慎重に考えましょう。これ相手のもう一枚のバック除去したいんだけど、もう除去できないんだよな。
どうしよっかな。シウシウいいんだけど、シウシウでリリースしだしたところでなんだよね。正確ないから、相手のバック直球できないんだよね。バック無視するしかないのか。つまり結局この盤面の場合はバック無視するしかなくて、シウで出してアドバンスオットワイズ、シウで出してアドバンスオットワイズ、オットワイズ出してもいいな。オットワイズ、オットワイズ出してもいいな。盤面は多分簡単に除去できそうだから、モンスターを特殊召喚でランクロックする。まあ1回アトムスか、1回アトムスで、1回アテムスで、あれだ、魔装ジャルか、こう魔装ジャルだ、アテムス魔装ジャル、魔装ジャルイーサルウェポン必殺、寿司三昧の効果を発動、デッキからドラゴン族モンスターを攻守ゼロにして特殊召喚、来い魔装ジャルイーサルウェポン、イーサルウェポンの効果発動。じゃあな、なんもねえな、あの癖、なんかスワローズネストあたりかもしれないわ。じゃあそうですね、まあ、とりあえずエクサミード出しますか。さあ虫キング出して、虫キングの上に重ねて、夏も終わったというのにね、夏も終わったというのにね、カブトムシはまだ飛んでるんですよ。はい、できたらライノス捨てます。そしてさらに、寿司三昧の上に重ねてエクシーズチェンジ、これインチキエクシーズ2連打じゃん。エクシーズ召喚とはダイレクトアタック。採点ありがとうございました。最後まで戦うよ。インチキ効果もいい加減にしろ。重ねてエクシーズ召喚すんな、すぐに。さあお相手の方、ホトワルトムさんね、よろしくお願いします。ゆるさん、バイ。ハンド弱っ。ラブラドライ行き過ぎなんだよな。とにかくラブラドライしか来ない、マジで。ラブラドライでゲーではある。あのね、聖国使いにおいて一番やべえのはやっぱ通常モンスターを引くっていう行為なわけですよ。これが一番やばいので、これだけはやっちゃいけない。さあアセドラゴンの効果で手札から。弱すぎるだろ、ふざけんなよ。バウンサーでいっか、とりあえず一旦バウンサーで、はいはいはい、バウンサー特殊、はい、エンド。あ、ライノセバスでよかったな今。バウンサーじゃなくてライノセバスでいいですよ。もう先行捨てるんで、この時あんまりエキセントリックデーモン、はあ、ペンデラムスケール、イーサルウェポン、はあ、なるほど、やばい、これでレベル5から6のモンスターがペンデラム召喚可能。3体やばい、3体、あーうー犯罪だって、これもう無理だよそんなの。犯罪だもんこれ、無理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 。しかもイーサル2兄弟揃ったやん、あれ、ふざけんなよ。痛い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 、あー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 あいや、ふざけんなよ、ガン決まりすぎだろこいつ。いや、これ犯罪じゃない。いや、ペンデラムマジで嫌いだわ。